感染が確認されたのは郡山市で363人藍津で341人など合わせて2402人です感染者の数は2日連続で前の週の同じ曜日を下回りましたが高止まりの状態が続いています年齢別では10代が385人と最も多く次いで40代の351人 30代の346人と続いています確保病床への入院は455人で重症は2人病床の使用率は59.4%となっています感染の連鎖を断ち切るために県は陽性になった場合は発症2日前までに接触した人に必ず連絡してほしいとしています